長光寺は石川県白石市にある総統州の寺院。三号は田谷山。本尊は釈迦如来。能登観音霊城第五番札書。昭和元年経山上件の教えによって発信した佐古市出身の祖の信二の地頭、佐古より地下の即女とその夫、雲の三郎重の信直が段落ちとなり、堺保つの山を私入した。 夫妻の志と霊夢に漢字入った経山が、翌年山中に茅屋を結んで、仮ぬくりとしたのが始まりだという。仮覧は、元稿三年頃に整備され、元稿四年に、本堂不幸堂が竣工した。略王二年頃には、足利高氏、足利忠義の発願による能登国の李正党が、境内に建立された。 応仁の乱後は、後土御門天皇の直眼で再興されるが、天正七年、平乱で、解散道のご老法を除いて消失。天正十年、前田利家によって再興された。元存の伽乱は、江戸時代の再建である。三門を入ると、正面に報道、その手前右手には、栗、書院、左手には、僧道、修了、首了などが立ち、これらを回廊で結んでいる。 報道裏には、解散道にあたる、伝統院があり、その奥には五郎法と称する紛糾がある。五郎法とは、天道女城、道元、コウン、江城、徹通る通り、吉助、京山上近の五名の祖師のことで、伝統院にはこれら五名の木造を安置し、紛糾には五名の遺品等が埋納されている。ラダニキ白衣歴史民俗資料館サイト内、白衣の文化財。 2009年1月10日閲覧、白石歴史民族資料館、ありがとうございます。